蒸気機関のレーナポレオンのロシア侵攻の兵力と気温。これは記事中にあるサンキーの業績よりも古く、こういった図表の講師とされるサンキーダイアグラムは肯定感の流量を表現する図表である。矢印の太さで流れの量を表している。特にエネルギーや物資、経費等の変異を表すために使われる。サンキーの名前の由来は1898年に、 初めてこの形式の表を用いた交換物の著者であるアイルランド人に m h ンキーにちなむサンキーダイアグラムは工程の順序を表すものでしかないフローチャートとは質的、意味的に全く異なるものであり量的な流れを表現することに力点が置かれているこのダイアグラムは科学工学、環境工学、物流管理等の分野でシステム内の 各プロセス間の流量を表すために使われ、エネルギー収支の視覚化に頻繁に使われている。表現の対象は広く、渦のようなナポレオン・ボナパルトのロシア侵攻を量的に表したものもある。いくつかの描画専用のソフトウェアや、サンキーダイアグラムの描画機能を含む統合システム管理用アプリケーションも開発されている。図表のサンプルは、Wikimedia Commons や、 各機の外部リンクで見ることができる。ウィキメディアコモンズには、フローズに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。